ソニーは関係会社の元役員ら5人がお金を着服するなど9億円にも上る不正をしていたと発表しました半導体の設計などを行うソニー LSI デザインの元役員と社員の5人は取引先に対し実態とは違う発注を行うなどの方法でおよそ9億円を不正に支出させ一部を着服していたということです